社会企業家という言葉を皆さんは耳にしたことがあるでしょうか日本では5年ほど前から注目されるようになった言葉でビジネスの手法を使って様々な社会問題の解決を図っている人たちのことを指します介護や看護、待機児童の問題さらに貧困なども新聞やテレビで盛んに報じられています 私たちの身近にもそれらに悩んでいる人がいるかもしれませんそうした問題はなかなか行政だけでは対処できませんまたボランティアの力に頼っていたのでは質の高いサービスを継続して提供することが難しいのが実情ですそこで登場したのが社会の変革者チェンジメーカーとも呼ばれている社会起業家という人たちなんですね 社会起業家とはどのような人たちのことを指すのでしょう。関西学院大学の武田城先生にご講義いただきます。武田先生は1964年生まれ、関西学院大学の修士課程修了後、テネシー大学に留学、アメリカやインドで研究員として勤務した後、関西学院大学に移り、2010年より、 人間福祉学部の教授を務めておられます関西学院には2008年の人間福祉学部開設と同時に社会企業学科という日本で初めて社会企業科社会的企業について学ぶ学科が設けられました今回はその学科生の実践例などもご紹介いただきますなお会社を立ち上げた人を起こす という字を使った社会起業家彼らが経営する組織を普通の「企業」という字を使った「社会的企業」という部点に注意してくださいね。ではご覧ください 私たちの周りにはどのような社会問題があるのかまずはそれを見ていくことにしましょう多くの社会起業家と呼ばれる人たちがその解決に取り組んでいるわけですが世界には実にさまざまな中には普段あまり意識していないけれども私たちの生活に密接に関わっている問題もあります。この章で しっかりとこの講義の基礎を学びましょう皆さんこんにちは、えー、関西学院大学人間福祉学部社会企業学科の武田です、えー、私の所属する社会企業学科というのは2年半前にできた非常に新しい学科です皆さんは社会企業という言葉を聞いたことがあるでしょうか、えー、この社会企業という名前のついた学科は、えー、関西学院が初めてなんですけれども この社社会会業業あるいは社会起業家っていいはとうことが現在非常に注目されていますで今日の講義では「社会起業家という生き方ビジネスで社会問題の解決を目指す」というタイトルで社会起業家とは一体どんな人たちなのかあるいは社会起業家の人たちが行う事業社会的企業というのはどんなものなのかということをお話ししたいと思います。 講義を始める前に皆さんこの方をご存知でしょうかこの写真は関西学院大学で行われた名誉学位授与式そしてその後の講演会の写真ですこの人はムハマド・ユヌスさんといって世界で最も有名な社会起業家と呼ばれる人ですこの人はグラミン銀行という銀行の総裁まあそういう銀行マンなんですね銀行マンなんですけれども実は2006年にノーベル平和賞を受賞しています この人が作ったグラミー銀行っていうのは普通の銀行とは少し違ったサービスを提供してるんですねで普通の銀行がお金を貸さないような非常に貧しい人たち、まあ、この方はバングラデシュの方なんですけれどもバングラデシュの非常に貧しい貧困層の特に女性たちそういう人たちにお金を融資してそういう女性たち500万人以上のそういう貧しい人たちの生活向上に貢献したということでノーベル平和賞を受賞し世界で最も有名な社会起業家と。 いいう,うに言われていますこのように社会起業家というのは社会に貢献するあるいは社会問題を解決するための授業を立ち上げる人ですです、えー、ですので本日の講義ですけれどもまず最初にその社会起業家が取り組む社会問題、まあ、世界にはさまざまな問題があるわけですけれども世界が抱えるさまざまな問題についてお話したいと思います。そそしてのの後にじゃあ一体社会起業家はどんなな人たちなのか どんなことをする人たちなのかというお話をしたいと思いますそして次にですね、日本にも少しずつではありますけれども社会起業家と呼ばれる人たちが出てきていますそういう日本の社会起業家についてお話ししたいと思いますそして最後にですね、これからの日本あるいは世界を背負って立つ皆さんこれからの日本の若い人たちがどうすればそういう社会起業家になっていけるのか社会起業家になるために大切なものというのは一体どういうものなのか ととといいいうことをお話ししたいと思いますでは最初に、えー、世界が抱えるさまざまな問題ということで、えー、日本の社会あるいは世界で今どんな問題が起こっているのかということに少し焦点を当ててみましょう。えー、世界の中には様々な社会問題があります例えばですね介護介助だとか虐待だとか引きこもりといった人間個人が抱えるような問題あるいはですね こちらにあるような国と国の間の紛争戦争といった問題、あるいは国境を越えた人の移動である。移民難民の問題、あるいは地球全体で取り組まなければいけないような、えー、環境問題、こういったように非常に幅広い。いまあ、人間の心体の問題から国際的な問題まあ、マクロミクロという風うに書いてます。けれども、そういった幅広い問題というものが残念ながら世界の中にはたくさんあります。 一つの例として格差社会ま格差の問題について考えてみましょう格差とは一体何でしょうか簡単に言うと貧しさと豊かさの間が開いている状態のことを格差というふうに言いますで、この格差が開いている状態国内であれば格差社会ということになりますしもう少し地球規模で考えると国と国との間の格差が広い状態を南北問題というふうに言いますと言いますのは いわゆる先進国経済が発達している国っていうのは北半球に集中していますそして逆に途上国と言われる国は南半球に集中しているということで南北問題だとか南北格差というふうによく表現されますその国と国の間の格差ですね特に南北格差を表す指数の一つに人間開発指数というのがありますでこの人間開発指数というのはここに書いてあるように期待寿命それから政治の識字率まあ、読み書きができる人の割合ですね それから就学率そして1人当たりの国内総生産、まあ、GDP の金額こういうものによって人間開発指数が計算されるんですけれどもここに書いてあるように先進国の人間開発指数は0.916に対して発展途上国は0.691、まあ、これを計算したものとして期待寿命も先進国の方が圧倒的に長いですし識字率も先進国が100%に対して発展途上国 のうち4分の1の人は読み書きができないという状態になっていますし就学率それから GDP の値も先進国の方が圧倒的に高いという状態になっています今の数値を少しグラフ化してもう一度見てみましょう人口の比率では実は圧倒的に南半球の方が多いわけですねそれにもかかわらず経済という点においては北半球の方が圧倒的に経済が発展しているこれを1人当たりに計算してみると 北半球の方が圧倒的に高い,数値になりますいかに北半球と南半球の間で格差があるのかということがこの図によって分かると思います。